川崎正夫は東京生まれのバイオリニスト、ビオリストである。この川崎洋介も同じくバイオリニストであり、水戸室内管弦楽団メンバー。5歳からバイオリンをはじめ、久保田良作、斎藤秀夫に支持した。1964年、中学校2年生の時、第18回全日本学生音楽コンクール全国、大会中学生の部で、第1位を受賞した。 1966年、東方女子高等学校音楽科に進み、1969年、同高校を卒業し、東方学園大学音楽学部に進んだ。1973年、ジュリアード音楽院に小学生として留学し、ドロシーリレーに指示した。1973年、ソリストとしてカーネギーホールでシンシナティ交響楽団と共演してデビュー。 東京クワルテット、エマーソン弦楽四重相談などへの客演、ウエストチェスター室内楽シリーズの音楽監督、ニュージャージー室内楽協会、東京ソロイス、ミト室内管弦楽団のメンバーでもある。宮崎国際音楽祭に第1回目から参加している。1980年、ブルックリン大学音楽院で、弦楽主任教授、1981年、 ジュリアード音楽院のドロシーディレイの助手、1983年、シンシナティ音楽大学で、ビオラ教授、1987年、ジュリアード音楽院の教授に就任。教え子に、アン・アキコ・マイアース、ジョシアベル、竹沢京子、漆原麻子、ハットリ・ジョージ、川久保田巻、神尾真由子、佐藤俊介等のバイオリニストがいる。川崎正夫プロフィール。ありがとうございます。